ハルベリーはアメリカ合衆国の女優。オハイオ州クリーブランドにてアフリカ系アメリカ人の父とイングランド系の白人の母との間に生まれた。命名は地元クリーブランドのデパート、ハリーズデパートメントストアにちなむ。父親は暴力を振るう、アルコール依存症者で4歳の時に両親が離婚、看護師だった母の下で育てられた。ベッドフォード市内の高校。 カヤホーが短期大学卒業。女優になる以前には数々のミスコンテストに出場しており、1986年のミス u s a に同年のミスワールド6位となった。1991年のジャングルフィーバーでデビューし、翌年公開のブーメランで注目を集めた。1999年放送のテレビ映画アカデミー栄光と悲劇でドロシー・ダンドリッを演じ、 エミー賞やゴールデングローブ賞を受賞。2001年、チョコレートでアフリカ系アメリカ人として初めてアカデミー主演女優賞受賞の快挙を成し遂げ、さらにはベルリン国際映画祭、銀熊賞も受賞した。2002年公開の007イアナザーデーでは、ボンドガールを務め大きな話題となった。また、この年のアカデミー賞受賞式のプレゼンターを務めたが、 アカデミー主演団優勝に最年少で選ばれたエイドリアン・ブロディに突然抱き寄せられ、舞台上で熱烈なキスをされてしまうハプニングが起きた。唇を奪われた瞬間、ハルは一瞬驚いたように硬直するも、すぐに右腕を絡めて、これに応えた。だが、口が離れた途端に首をかしげる仕草を見せた。ちなみにこれ以降、両者ともオスカーとは一度も縁がない。 2004年公開のキャットウーマンでゴールデンラズベリー賞最低主演女優賞を受賞。受賞しても直接受け取りに来る俳優や監督がほとんどいない受賞式に自ら駆けつけ、さらにオスカーズおじさんの上自らのアカデミー賞受賞時のスピーチを完璧にコピーしたセルフパロディの受賞スピーチを演じきるなど懐の深さを示し監修から喝采を受けた。 出演した理由について本人はアカデミー賞を受賞したからといって良い作品とは限らないし逆にラジー賞を受賞したからといって必ずしも悪い作品とは限らない。私はあの役を精一杯演じたし作品に出演したことも後悔していない。そのことを伝えたかった。と語っている。2007年に著名人の功績を称えるハリウッドウォークオブフェームに加わった。 主演映画、ブルーズドで監督デビューを果たす。ブレイク前から、ベリーショートが特徴だったが2002年を境に、ロングヘアーとなった。2006年ニューヨークにて1996年に、MLB 選手、デビッド・ジャスティスと離婚後、R&B 歌手のエリック・ベネーと結婚。しかし、夫の浮気が原因で2003年に、別居、2005年には、正式に離婚した。 2005年11月にカナダ人モデルのガブリエル・オーブリーと出会い交際を始めたが今後結婚する意思はないことを明らかにしている2008年3月16日にロサンゼルスにて第一子となる長女のアラ・アリエラ・オーブリーを出産2010年にはガブリエル・オーブリーとの破局が伝えられている破局後は娘の真剣争いで話題となった2012年には フランス人俳優オリビエ・マルティネスと婚約した。2013年4月、ベリーの広報が、ベリーがマルティネスとの愛の子を妊娠し、妊娠3ヶ月目であることを認めた。2013年7月13日、ベリーとマルティネスは、正式に結婚し、10月5日に男の子を出産した。しかし、2015年に離婚。2番目の夫のエリック・ベネーと結婚した時にベネーの、 娘、インディアを幼女としており、離婚後も、インディアとは、たびたび会っている。あるテレビ番組で他にも、養子を取るつもりであると述べた。交際相手からの暴力が原因で、片耳の聴覚がほとんどないが、人前で、補聴器などをつけることはない。これについて本人は、自分のプライドであると語っている。最初の夫のデビット・ジャスティスと離婚したとき、彼女はショックでうつ病にかかり、 自殺を考えたと後に告白している。ありがとうございます。